行く先に言ってくれたんです。来たよ、愛と情けの火が灯る、おなじみ月の宝禅寺横丁、栗島武夫さんです。包丁一本晒しに巻いて旅へ出るのも板場の修行、待ってて恋さん悲しいだろうが、ああ、お若い二人の思い出に有効前に月も未練な十三夜。おじさんがお手を初めて不法前に受けていくやったの、富士吉の方向に上がった番屋、はよ立派な板場藩になり上げて、なんか引っ越して水かけ不動産にお願いしてくれはりましたの。ある晩からわては小石さんが好きになりました。腕を磨いて何話に戻りゃ、晴れて座れぬ中ではないか、お願い小石さん泣かずに送れ、今の明けには親方藩に住まないが、味も乗れんや歯が立たぬ。死ぬほど苦しかったわけらの子に親方さんが許してくれはった。あとはにっちりと包丁の塩を積んで、はよ一人前になっとけ、ええな、ええか小石さん、待っててや小石さん。いいとこいいと包丁にかけて両手合わせる水かけ風呂、さいなら小石さん、しばしの別れ、ああ妙と前代思い出ちょこちょの方で名残つきない日が来る。ありがとうございました。12月31日は紅白の歌合戦ね、皆さん見られたと思いますけど、何度も言いますけども、紅白歌合戦内容がね、今一つ言われます。まあ、お年寄りはちょっと